TBS ラジオライムスター田村のウィーケンドシャッフル、6月18日生放送直後の、恒例とか久々になるのかな、放課後ポッドキャストです。はい、ということで私、パーソナリティの歌丸です。そして、構成作家古川です。アドバイザーの瀬野内です。名誉プロデューサーの橋本です。そしてよっ1よっ1よっよっありがとうございます。シマウマです。センター、はい、というふうにセンターですよ、センター。来週からやんなきゃいけない。センターってなんだよ。来週ロックスターのもうかなり私としてはめちゃくちゃつまんない放送になると思うんですけど。いきなりロックスターね。ねえ、まあ、なんでこれをやってるかというとですね、本日、まあ、急遽というべきなんでしょうかね。急遽ですね。タマフル総選挙。まあ、要は、AKB の総選挙。ここね、2週間ぐらい話題にしてますけど、はい、まあ、彼女たちのですね、まあ、痛みというか、プレッシャーというか、はい、そういうものを身をもって、ね、味わって見てからなんか言おうじゃないかというか、うん、それはまあ一種実験企画だったわけですね。だけど彼女たちは一応立候補はしてるわけじゃない、はい、僕ら何もしてないよ。あのさ、横殴りみたいにさ、あげくさ、しかも。おめえ何位だとか言われてさ、しかもさ、俺らはまだいいけど、ゲストで来てもらっただけのさ、人に順位つけるって結構、無礼ですよ。了承得てませんからね。だって昨日の夜ですよ、やるって決めたの。普通に無礼でっていうところもあると思うんですけどね。確かにゲストの方たまったもんじゃないですか。今日あのね、まあ、メインのゲストだった、まあ、高橋義明さん、はい、憧れ師匠がね、はい、まあ、放送上で発表された順位だと、まあ、15位から発表したわけですけど、まさか県外だった、ね、県外。その日の特集やってる人ですよ。これはね、はい、本当に失礼ですよね。これね、ちょっと訂正を一箇所させてください。はい、私の方から。はい、やはりちょっと最初の総選挙ということで、いろいろ集計方法に不備がございまして、うん、もう一回15位から、ちょっと最終的なやつを、まあ、発表させていただきたい、まあ、大きな変動はないんですが、改めましてちょっと発表しますね。はい、これは淡々といきますね。まず、15位から発表すると、15位が同率で、3人並んでますと。はい、で、17票それぞれ取っていまして、KW 社員さん、うん、番組アドバイザーの瀬野鎮さん、そして、小島恵子さんが17票で並んでます。動かず。これ動かず。はい、そして14位。うん、これが、なんと23票で、高橋義明さんなんですよ。あ、入ってた。実は15、トップ15に入ってたんですけど、うんうんうん、ちょっと集計の結果でちょっとこれが抜け落ちてしまいまして、はいはいはい、まあ、これを抜いたのは、たまたま、その場にいて集計を手伝っていた、現ハッピーサッドディレクターの、秋山っていう。はいはいはい、おかしいなと思ったの、15位の次13位って言ってた。そうなんですよ。僕なんかね、あれと思って。濡れ衣。濡れ衣って言ってましたもん。濡れ衣ですねって言ってますよ。なんか懐かしいこの感じ。わかりませんけどね。まあ、よりにもよって担当番組のパーソナリティを抜く、ね、しかもスペシャルウィーク前日に完全にダメージを与えるという。高橋先生さん、クタクタになって今日は帰りました。でっそりしてました、ね。で、そこだけは訂正しといてくださいというふうに言い残して帰りましたんで、名誉のためにも、はい、ちゃんと訂正しますが、高橋義明さんが14位です。おかしいと思ったんだよな。おかしいですよね。放送中に入んないってないよね。うん、で、13位が三宅龍太さんで24票。はい、12位が、ライムスター、荒井マネージャーで29票。11位が、35票で、私、橋本名誉プロデューサーでございます。うん、そしてトップ10いきますと、42票で、福田理香先生。うん、第9位が44票獲得の、マミー D さん。これおかしいだろ。そして第8位が50票で杉作 J 太郎さん。それ、ね、お一人の方が50票入れてるっていうことですね。愛です。はい。で、第7位が71票でカプコン佐藤さん。これは彗星のごとくね。これはもう大型新人ですからね。はい、そして第6位が76票で高野万所さん。第5位が、121票でコンバットさん。これ優勝候補と言われてたんですけどね。そして第4位が130票の古川光さん、番組構成作家です。はいはいはい、そして第3位が143票で、歌丸さん。はいはい、まあいいよ、俺本当に県外も覚悟してたから。で第2位が、214票獲得の町山智博さん。はい、そして第1位が328票で、島尾真帆さん。ダントツだよね。ダントツでしたね。島尾さん、なんなんですかね、100票以上の差が見ると。ぶっちぎりってことですね。うん、まあ、結構その、組織票といいますか、うん、一人で多数応募された方が、まあ、いろいろ、いろんな方でこう、うん、まあ、参見されてましたので、うん、まあ、そういったもちろん。お父さん、お母さんが。うちの魔法が大変だ。そういった効果もあります。で、やっぱりすごく波乱含みの結果だったと思うんですね。うん、だって、中間から、かなり放送したのに、ずっとストリーミングでやってたんですよね。ちょうど投票が始まってから1時間後ぐらいの、
10時半頃ですね、その間にあの中間発表をやったんですが、うん、その時の順位を見ると、はい、ああなるほどっていう感じはあります。そう、それ僕は知らないですね。そこはね、はい、動かないでちょっとだけ入れ替わるかなみたいな。そうですね、だからここで少し、ね、あの我々もやっぱりその中間発表のところで、やっぱり煽りを入れるわけじゃないですか、この人多いですね少ないですねみたいな、まあ、はい、そこからやっぱりちょっと大きく動いてしまった、ね、部分はもちろんあったん、ね、で、まあ、ちょっとこれだから投票のやり方にいろいろ問題はあったのかもしれない。そんなにあれですよね、うん、その誰かに入るような発言をしたわけじゃない。そう、まんべんなくもちろんコメントはしてるんですけどね。うん、ちょっと中間発表も一応聞いて、ちょっと、まあ、でもさ、ちょっとまず言っといていい、ほんと嫌だぞ、これ。ですよね。ほんと気分悪い。うん、これなんですよ。これですね。これです。だって俺、もう結果出てて、うん、で、これから中間聞くだけなのに、それでも もう嫌だもん。ね、これ中間発表もじゃあ15位から発表しますと、はいはい、15位は、KW 社員さん。だったんですね。あ、ごめんなさい。あ、そうかそうか。そうですね。はい、で、はい、14位を飛ばして13位が同率で2名。で、これが、荒井真理マネージャーと、うん、あとは平山夢明さん。あ、平山さん。平山さんが、うん。まあね、あの、2回しか出てない。1回しか出ないけど、やっぱあの、戦列ですからね。はいはい、これは、はい。そうですね。で、ポッドキャストしか出てないんだよ、確かに。そうですね。放送出てないんですよ。放送出てないわ。まあでも戦列ですよ、これは。うん、あの平山さんのいろんな戦歴の中でもあれ結構上行く方だって言われてますから、はい、ですよね。で、12位は、ここで、高橋義明さん。なるほど。で、第11位が小島慶子さん。お、で、これトップ10中間発表の方いきますと、10位が三宅龍太さん。トップ10入ってたんだ。入ってたんですね。いや、入っててもおかしくないもん、ね。第9位がカプコン佐藤さん。おお、第8位が、私、プロデュー、元、はい、名誉プロデューサー橋本です。はい、で、第7位が、マミーディさん。それはだからさ、うん、はい、第6位が町山さん。あ、まあ、ベスト5圏外だったんだ。はい。で、トップ5いきますね。はいはい、これ、第4位が同率並んでいます。はいはい、ここで、高野万所さんと、島尾さんが並んでるんです。おー、そうなんですよ。はい。第4位で並んでます。おー、で、トップ3いきますね。はいはいはい、第3位が、古川さん。古川光さん。はいはい、で、第2位が、はい、歌丸さん、はい、そして第1位がコンバットレックさん。あ、じゃあその優勝候補っていうのもあながちだったんだよ。そうですね、そのやっぱりその下馬評というか、前評判では歌丸さんとコンバットレックさんで開票した時の勢いたりはすごかった。すごかったですね。ていうことはやっぱあれか、そのタマフル総選挙において、まあ僕がね、まあ僭越ながらあっちゃんっていうのはあれだとして、大島優子はやっぱむしろコンバットレックだったと、最初は、うん、っていう感じですよね、印象としては。まあ人望もね、あるってことですからね。ありますね。まあ、だからその、この、だから、中間発表の感じっていうのは、なんとなく予想がつくというか、なんとなく、ああ、なるほどっていう感じはありますよね。よし君もっと上だと思ったんですけどね。これがね、多分ね、今日の放送にやっぱ狂気の色がね、あれっていう。怖い。あれ書きかけて。この人、あれっていう。あと、すでに死んでいるっていう可能性もありますね。すでに死んでいる。他、まあ、細かく、最終的な結果で、票が入っていた意外な人。はい、ちなみにですね、15位以下で言うと、これは、15位が同率で3名なので、18位？これ最終的にね。最終的な。はいはいはい、18位はパフュームです。16票。パフュームがその位置は低いね。なんかね、いや、まあまあまあ。19位、これ同率で2つ並んでます。はい、で、ここまで聞いてきて、うん、皆さん、大事な人。一人。ウィークエンドシャッフル、タマフルといえば、はい、レギュラー出演者みたいなことイメージしてた時に、ミッチーさん入ってないと思いません？ミッチーさん。そう、うん。出てこない、ミッチーさんが、なんと、ここで19位に入ってます。低っ。で、19位で15票で、並んでいるのが平山夢明さん。レギュラー出演者と、一回ポッドキャストしか出てない人が並んでるんです。でもさ、ミッチーさんはポッドキャスト出てないわけじゃないんですか。あ、そうだよ。そう、だからその辺のね。でも、一回のポッドキャストに、毎回出てる、まあ、毎回っていうか、ほぼ、レギュラーの、
ミッチーさんが例えば放送上はそんなに出てこないけどポッドキャストだと出てくるセノチンさんとかさ、うん、っていうのはあるわけじゃん。ちょっとまあそのネットがメイン でしたから今回のそれはやっぱあるんじゃない、ユニットでやったらミッチーさんもっと上ですよ。あとはあのこの人狂ってるって見なされるとちょっと下がるっていう距離がね。なんかそれありそうですね。ヨシ君のこの思いのほかの回、ね、っていうのもそれでもそんなこと言ったらコンバットレックだってねかなり狂った人代表なんですけど ね、 ねなんでですかね、まあ、これは19位で20位、あ、19位が。皆さんすいませんね、本当にね。本当にすいません。これはあくまで、あの、企画ですからね。本当の人気はまた別ですよ。もちろん。これ皆さんの名誉のために言っておきます。で、19位お二人並んでるので、21位が、高橋よしきさん、12票。低いな、今、そうか、そうか。出番の割には。そして、22位が、8票並んでいます、吉田豪さんと、うんうん、あと、マッカチン、DJ マッカチン、申し訳のコーナーです、ね。ここら辺になると、まぁちょっとね、あの、変動が、ね、うん、まあ、あんまりもうちょっと関係ないんですね。うんうん、なんで、触っていきますけど、23位が、7票獲得の、近藤プロデューサー&ディレクター。ああ、今一番ね、うん、その現場の一番偉い人なんですよね。そうですよ。はいはいはい。ちょっと待ってください。バロンっていうのはね、バロン秋山。はい。はい、これ気になるところですね。24位。5票獲得で並んでいます。DJ ジンさん。ロマンクルー。そして、バロン秋山。ああ。これ5票。DJ ジン、ロマンクルー、バロン秋山っておかしいですよ。並びがおかしい。並びとしてなんか違和感があります。もういませんからね、番組にはね、バロン秋山はね。こんなイベントもないしね。で、27位に次行きまして、27位は、4票獲得してる人が4方、4人並んでまして、うん、オキテポロシェさん、うん、DJ はじめさん、うん、小西克也さん、うん、あ、よかった、小西。そして、R. ケリー。まあ、あの、R. ケリーさんはこれ、一回も放送に出ていませんからね。まあ、歌はね、歌声はね。まあ、歌とか流して、あとツイッターとかもやってくれてますけど。ツイッターとかね。で、まあ、31位、柳竹さん、2票入ってますね。少ないよ、いやいや、でもほら、要はここまでは全然、この辺はもう、入ってるっていうことはもうってことですか。で、あと他名前が上がった方ね。イアン・コンドリーさん。いや、もう狙ってるだろ、これ。出てるやん。宮崎トムさん。ああ、そうだ。最近、最近ね、出ていただいてないと。あと、まあ、ちょっとね、もうちょっと伸びてもいいと思ったの、西寺豪太さんですね。ああ。いや、でもほら、もうこの番組の、ちょっとね、イメージが、キラキラのイメージになってますからね。っていうのはありますよね。あとは、あらい、あ、あかりちゃんですね、あの、アイドル。はいはいはい。あかりさんもね、はい。まあ、でも出ていただいて結構。あと、サイプレス上野。出てる出てるっていうのあるんだけど。DJ やった。あ、DJ で行ったレジェンド。あと、ゲルシーカッカー。そして。あ、ゲルシーカッカーね。入ってます。もうね。あと、ショータクシーさんとかね。ショータクシー。リスナーですね。あとね、三角締めさんも入ってますね。ああ。リスナーの方ですね。おかしいだろうっていう。あとは、古川さんのお子さんの赤ちゃんが入ってます。あ、私も投票すればよかった。あやかウィルコですね。あやかウィルコさん。あやかウィルコです。まあ、こんな感じです。もうとにかくね、皆さん申し訳ありません。本当にね、こういう。申し訳ありません。本当に企画ですから、本当にこれが実際の人気は絶対ないですから、ね、ただそのはっきりね、そのそういうまあいろいろ企画だとか言ってるけど、ぶっちゃけどうですか、そうなんですよ、空気どうですか、空気。やっぱりこう楽しくキャッキャやるチーム男子感みたいなところが一つの魅力だったと言われているこのチームだったと思うんですが、なんかこれを発表したぐらいからなんかこう気まずい空気が流れて、俺は嬉しかったよ、17票も入って。あ、そうですか。まあまあ、自分のことを考えてそうなんですけど、やっぱりこう出演者の皆さんのこととかを考えると。持って帰ろうかと思う。だって、あんなに打ち上げ好きな高橋義明がですよ、うん、まあ明日そのスペシャルウィークは引かれているとはいえ、ハッピーサットの。うんうん、入りましたからね。そうですよ、ね。どんだけダメージ受けてるんだってことですから、ね。げっそりしてましたね。そうですよ。やっぱりね、この今日の特集にかけるカロリーとかもすごかったですからね、吉明先生は。ですよ。精神的にちょっと不安定でしたからね、この他の仕事もあんまやってないって言ってましたからね。はいはいはい。その本業のライターの方の仕事は。支障しすぎでしょ。本当にセーブしてまでラジオに命をかけていただいたんですけど。この特集の場合、僕らが力になるには限界があるんですよね。あの人が考えつくかどうかですからね。元気になるかと思って、うちに呼んでいろんな映像を見せたんですけどね。でもこれをやってからちょっと大変。ね、ちょっと。いや、まあ、とにかくね、その順位は、これは、要は僕らの1回目なんで、うん、厳密な集計もできてないですし、またやるな、偏りがバイアスだ。いやいや、違う、やる、またやるはや、だからさ、だからさ、はい、これを精度上げていくのも嫌じゃん。嫌だ。精度上げるのも嫌じゃん。だから、身をもって、その、まあ、面白かった。うん、確かに、面白かった。盛り上がった。うん、俺も、まあ、いろいろその、わーとか言って、番組上盛り上がった。ただ、
こういうダメージを食らうんだってことですね。そうですね。1年間しかも武道館で発表されて、もう定期的にやるわけですよ、ね。翌日ももう報道されまくって。で、その時のリアクションとかも全部映されちゃうわけですよ。ね、うん、これを、やってるんですよ、彼女たち。それを、だからその、いいとか悪いとか以前に、まず身をもって知れという実験だったんですよね。うん、ただ、それに巻き込まれた関係ない。全然関係ない。本当にすいませんね。本当に申し訳ございません。失礼ですよ、これ。通りすがり殴られたみたいな。勝手に名前出されて、何位だって言われてね。でも、結局やっぱり。ねえ、ひどい、なんとなくやっぱこうちょっと緊張感というか、なんかギクシャクするみたいな。これでもじゃあさ、仮にじゃあ来年やりましょうって言った時に、このからの1年間の意味がまるで違ってくるじゃないですか。そうですよ、やっぱり俺の方が出るとか、俺の方がいい感じになったりとか。でもやるならやるで1年前にはっきりしといてもらわないと。まあ、ね、放送の質が変わる。ただ村さん、その、いや、これはね、AKB 皆さんもね、メンバーの皆さんも思ってるかもしれないけど、必ずしも頑張りがね、そう、頑張りが、それが順位に反映されるとは限らないんだから、これ。だって、そんなのは、ね。頑張りようがないって言えば頑張りないもんね。頑張っても全部やれることやってもいいと、はあったって、そういうメンバーもいるわけですから、当然。だからさ、ひどかった。じゃあ、来年、じゃんけんしようか。なるほど。じゃんけんはいつでもできるでしょう、だって。じゃんけんして、だって、毎週やってもいいですよ。でも、じゃんけんして、その翌週から、そのセンターことをメインパーソナリティになって。センターはメインパーソナリティやっぱいいんですか？やりたいですよ。あんたのシネマハスラーやってくれるんですよ。本当に。翌週の特集になって余裕だから、それこそロックスター特集だったらどうすんのよ。田村さんの笑顔を見てるだけでいいですからね。ね俺が前を向いて笑顔だから、それでいいっていうことじゃないのかよ。そうなんですよね。でも、やっぱ、つまりね、それはそうなんだけど、もちろんそうなんだけど、でもやっぱり負荷がかかってる状態の方が旗から見てると面白いよねっていうのが、まあこれ別にアイドルに限らず、エンターテインメントの。あの票数の、あのファックスの、ファックスのあのプリントアウトの束がそれ証明してますよ。見てよ、電話帳なんてもんじゃないよ。30センチ近くないですか。あのよくあるね、あのコピー用紙のあれ束の3冊分ぐらいあるね。置きますよ今。俺うわこういう音がしますよ。いやすごいです。こんな、ランボレ一緒。怖い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 。高さ30センチ近くあります本当に。次々とあの束運ばれてくるんだもん。いやすごい。でもそのこの遊びが大変面白いことは確かです。わかりましたよ。ただね。はしごを外された時のことをね伊集院さんのことを代わりに借りるならですよ、本当にはしごを外した時にあれが悪かったってことですか。俺は結果次第では本当にやめるからね。はっきりと言いましたよね。結構なことを口走りましたよ。本当に俺はちゃんとヘソを曲げるから、こんなのはこの番組をやめるという、ね、例えばさ、ほらマミーディとかおかしいだろうな、まあ、そんなものは、ね、何考えてんだよ不条理ですね。そんなの、うん、だからもう結果次第ではもう切れますよ。来ない、うん、歌丸具合悪いんだぞ。歌丸具合悪いんだ。歌丸具でいっぱい出てる。歌丸具で出るようになる。歌丸具で具合悪いんだ。いやー恐ろしい実験でしたね。ただまあそのスペシャルウィークにふさわしいこうね、まあ、異常事態ではそうですね、本当に昨日の思いついただけですからね。いやこれでもさ、だから結局精度を高めていくほどやっぱり傷つき度も上がるし、そうなんですよ。だからやっぱりその一人一票とかにするのは、うん、逆に、うん、あのごまかしが効かなくなるみたいなことがいかにきついことかっていうことだと思います。そう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 。そうシステムを全然作れるんですよ。彼女たちもそれこそ精神的にいやそれはやっちゃいけないかなって気もするね。だからこれって一人の人が何百万も使ってやったりとかっていうのが、うん、あるんでしょ。うん、そう意外とだからちょっとだけ気休めになってる、うん。そうですよ。絶対そうです。絶対そう。マシーの部分を残しといた方がいい。本当の真実じゃないんだよっていうふうにいかにしておくか。なのかもしれないね、っていうのも分かったね、うん、これでね。そうそう。だからやっぱりこれは、まあ、今回はだから一人で何回も応募していただいていいですよっていうことにしてましたけど、だからやっぱ次からは、やっぱシネマアスラ MD ノートに投票権をつけるっていう。ことですよね。それあのコンバットレックがね言ってましたけど、まだやっぱそういう発想になるんだってことですよ。コンバットレックはそれあの MD ノート売りたいってだけですよ、ね。ノート売りたい、うん。その方が売れんじゃんっていうことだけどさ。うん、だからその投票する側の方も。大変な負担を強いられるっていうなんか頑張る人がどれだけいるんだろう。何のために何のためにだよ。使ってさ、あともう俺はっきり言っときたいけど、この選挙やっても少なくとも俺には一個も得ないからね。俺損するだけだから。なぜなら歌丸さんの冠番組、俺の番組だから本当に。そうそう、大島優子の AKB48 っていうことじゃないから、ないからさ、あっちゃんの子じゃねえんだよ。しかもあっちゃんよりも不安定。それを直視させられるって。
なんでそれ、何回やっても追われる側の立場になっちゃうんですかね。何とも、なんか俺ら気が楽だもん。2位だ A とか3位だ A って言えるから。これをやるなら TBS ラジオ全体でやるべきでしょう。キラキラ総選挙、キラキラじゃねえよ。だからその番組全体でさ、 TBS ラジオ全体、でもそれもじゃあそのどのね、その一番面積の大きな番組とかっていう有利な部分もあるし、みんながみんな1時間ずつじゃないですからね。確かにね。だからそういう意味ではあんまり有利な条件とは言えないかもしれない。ただ一方では、ほら、例えばネットと信用性が高い番組とそうじゃない番組とかがあったりするしさ、だからそのハガキの応募とかも受け付けなきゃいけないだろうし、これだったらほら、まだ追う立場的にもまだなれるから、歌間さんにとってはこれはまだ全然もういいですよ。1位でなきゃいけないような人っているか、つまり大島さん的な、あるいは、あっちゃん的な人っていう、これでも読めないですよ。人気って分かんなくない、うん、いやいや、それはやっぱりうかつなこと言えないでしょ。うかつなこと言えないですけど、誰が言わねえかなと思って今あえて言ってないんだけど、全くうかつなこと言えないでしょ、これ、うん、何言ってんだ、ね、一番聴取率の高い番組、うん、一番放送時間の長い番組っていうところは当然やっぱり、うん、放送回数の多い番組、うん、あとは一番その世の中的に知名度が高いという人とかね、うん、っていうところがやっぱり有利っていうのはあると思いますけど、うんうん、なんてこと言うんだよ。あ、まあ一番でもね、そういう投票って実はやってる企画はあって、うん、あのラジオ番組表っていう雑誌があるんですけど、業界誌で、で、あの定期的にあの人気ラジオパーソナリティの、要は投票っていうのをやってるんです。そんなことやってるんですか。やってるんです。あのでもそれはね、見ていただくと分かりますけど、結構びっくりするあの順位になってますんで、気になる方はあのぜひ雑誌読んで。FMA 全部のだからコミュニティ FM も全部含めて今。ただその投票する方の層はラジオ番組表という雑誌を読んでいる人っていう、ね、マニアックでやるってことですね。そうですね、なんでちょっとまあね、そういう意味では人気投票とはちょっと異なる、まあ、ちょっとなかなかっていうのはある、ね、ちょっと待ってくださいよ、本当ね。うどうしていいのか分かんないよ。なりますよね、やっぱって言われてもさ、まあそのそうね、いや、あの秋元さんがさ、その芸能界っていうのはそもそもね、そうやって嫌おうなく順位をつけられるところなのだからって言うけどさ、そんなことなくねっていうさことなんですよ、俺が言いたいのは。そこはファジーだから、そうそうそう、その例えばその人気、実質の人気は、うん、若い人に譲るけど、うんね、ベテランの人がいるとか、うん、そういうこういろんなあれができてるんで、うん、それリアルにもしやったら多分もうなんていうの、獅子類類ですよね。いいことないんじゃないかと思いますね。1位以外はみんなね、よくないですから、うん、というなんか言い訳がないとやっぱきついですよね。そうですね、うんうん、ってことも学べたからね、うん、いや、実験としてはね、非常にいろんなことを学びましたね。あ、なんかスペシャルウィークなのに何これ。この感じ。まあ、疲れたね。でもこういう空気感を多分皆さん、もっときついのを味わってるわけです。もっとこれどこじゃないですよ。すよ AKB の皆さんは。いやとかどのってんだ、ね、いや、もう胃とか荒れてんでしょ、すんごい。すごいでしょうね。日本中のニュースになるわけだもんな。えずいてるでしょ、だってそれは。親御さんいらっしゃるとかするわけでしょ、うん、うちの娘がつって、ということを皆さんちょっとね、心の片隅に置きながら、まあいいとか悪いとか、うんうん、ね、最低が最高だと、ことですよ、これね。いやー、なんだよみんな、なんだ、やっちゃったんだからしょうがないよ。もう投票していただいた方本当ありがとうございます。いや、本当ありがとうございました。こんなにメールが来たの久しぶりですよ。いや、すごい、俺見たことね、こんな分厚いの。初めてぐらいじゃないの。2000通を超えてますからね。ありがとうございます。回につき来た量としては相当ですね。だって実質2時間ちょいぐらいで来たメールの量ですから、ね、ただまあ島尾さんはそのもろもろ込みでも明らかに1位ですから、これはやっぱし、いや、なんつっていいのか分かんないですよ。1位の弁はどうですか。1位センター、センターよ、センター。いや、もう気まずいとしか言いようがないですよ。スピーチしなきゃいけないんですよ、これ。ねー、タマフルグループは大、ね、ちょっとタミンだってさ、タミにさ、スピーチしてくださいよ。私はみんなからの、の、まあ、愛だから私のことはダメだ、こいつ。嫌いでも。ちょっと、借り物じゃなくて言ってくださいよ。嬉しいですけど、嬉しいですよ。嬉しい。あの、私もね、集計ちょっと手伝ったんですよ。もうつかなくて、新井さんと一緒にやったんですよ。全員フルで手空いてる人やったもんね、うん、集計。なんかやっぱ移り変わってくるんですよね、どんどん、うん、今度だからそのまあ個人っていうのもいいけど、例えばほらあのさ、企画プレゼンものって最近やってないじゃん。企画プレゼンを、で企画プレゼンで投票システムを入れるとかね、うん、で1時間の間でそれで投票が一番高かったのが無事、ね、1位を獲得、よりちょっと勝負っぽい感じ、ね、以前企画の投票っていうと、あの古川光さんも絡んでた
アニメのバーでかかっている曲特集。あの時ほら、どっちにするかっていう。二択でしたね。エンディング曲特集と。エンディング曲特集か、バーのシーンで流れてその曲特集。マニアックな方と分かりやすい方で、どっちやったらいいですかっていうのを、まあ投票したら、結局はマニアックな方やれっていうことでね。ありましたね、投票。ちょっと隠し撮り、プロデューサー会議隠し撮り事件の、まあ、事件。事件ね。まあ、というのもやってますからね。まあだからその久々にそういうの、そっちだったらまだね、あの次もトライしようっていう気持ちにね、こっちもモチベーションになるじゃないですか、これは。だしその番組もその民の声をねフィードバックしてるわけですから、これはいいです、ね、モチベーションとしてつながりやすいけど、人気投票ってモチベーションイコールになかなかなりにくいですもんね。多分次やるって決まってる回やったら、俺もうもうなんか結構すごい喋ってることがおかしい感じになってことかも普通に、ね、何がこう返ってくるか分かんないですもん ね、うん、オープニングトークとか普通にもうなんかいきなりシクシク泣き出したりとかさあのあっちゃんの顔みたいな、そうそう、あとかと思えばいきなり笑い出したりとかなんかそういうどうぞ状態になる可能性がありますから、まあまあということで、勉強になりました。なりました、ね、本当皆さんありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。そして勝手に順位をつけてお目にかけた皆さんすいませんでした。あ、なんか他の方とか、はい、コメントとかとかしてるんですか。町山智博さんがちょうどツイッターで皆さんの報告を受けたみたいで、まあ1位になれなかったということで、その弁はですね、弁があんの？ツイッターで見たところ、巨乳には勝てなかったか。さすが。そういう問題かっていう、完全によく分かってない状態っていうツイートしてる感じがいいですね。そしてコンバットレックさんもコメントツイッターで、さらされました、はいはい、今なら板野といい酒が飲めそうだ持ってくな、持ってきますね。板野さんちなみにお酒まだ飲みませんけどね、はい、いいコメントするじゃないですか、ちょっと優勝者もしねえ、なんでだってさ、感動させて僕たちみんな背負ってるんだ。そうだよ、なかったですもん、泣かしてくださいよ、これ。いやだもう本当にみんなだって知らなかったんだよ、来るまでこんな投票のことだらけなんて。本当ね、すいませんね皆さん ね本当にありがとうございます、あとそのやっぱり言いたいのは AKB の皆さんお疲れ様でしたっていう、僕たちも何百分の1やですけど気持ち分かりました、本当にこういうようなことやってんだ。じゃあ神セブン、神の七人、ま、ういうことい、ということは、あれですよね、カプコン佐藤さんも入ってらっしゃるんですよね。またそういうことを言う、そうですね、メディア選抜ですよ、メディア選抜。うん、まあそんな、ね、いいじゃねえかその件はその話はいいじゃねえかもうお知らせに行っちゃえばいいんじゃないですか。そうですかね、はい、はい、といったら、じゃあ、まあ、とりあえず来週のお知らせしておきますか、はい、うん、来週、何日になりますか、16月25日、はい、ですね、こんな特集です。まず11時間の特集コーナー、サタデーナイトラボは、2週連続ロックスター猛プッシュ企画第1弾ということで、世界最高峰のゲーム会社ロックスターゲームとは何者だ特集。まあ今までもグランドセフトオート、4が出た時の特集であるとか、はい、あとブリーですね、はい、ブリーというね、ゲームの特集であるとか、ロックスターゲームの特集は何度かしてるんですけど、はい、勝手にね、やってきましたけど、7月7日に、LA のワールという、ね、はい、新作が、Xbox 360 PS3 で出ると、この間ちらりとオープニングでもね話したゲームですけど、はい、これがいよいよ日本版が発売されるということで、うん、満を持してね、ロックスターゲーム、まあ、ロックスターゲームの新作が出るというのは、僕らにとってはそのまあ何ですかね、タランティーノの新作が出るとか、そういうピクサーの新作みたいな、そういう祭りなのでね、はい、特集させていただきたいと。で、第1弾として、そのロクターゲーム社というのはそもそもどういう会社なのか、グランドセフトオートね、すごいすごいとか言ってますけど、じゃあなぜロックスターゲームズがそんなに、類似ゲームなんかいっぱい出てるわけですよ、グランドセフトオートなんていうのは。なのに、やっぱりロックスターだのゲームはやっぱ違うと、うん。何がどう違うのか、どんな会社なのか、というのを歴代のロックスターゲーム、まあ、いろんな歴史とともに解説していく。で、ロックスター、ね、とも、まあ、ゆかりの深い DJ 柳武さん、まあ、宇多田ヒカルミックス、宇多田ヒカル特集などでおなじみ、はい、DJ 柳武さんをお招きして、柳武さんだけが知っている、ロックスター社滑らない話、うん、こんな会社ですよと、うん、それは面白いに決まってるっていうね、うん、ロックスター滑らない話も披露してもらいつつ、いかにロックスターが、これね、本当に言っときたいのは、ロックスターゲーム、まあゲームやらない方結構ね、聞いてる方多いと思うんだけど、ウィークエンドシャッフルのためにあるような会社ですよ、うん、本当に、うんうん、普通のゲーム会社じゃないんですよね、本当に、ゲームっていう本当に俺たちのための会社です。どんずべ場でも、うん、特にこの番組は。この番組向けです。本当にそう。俺のための会社です。俺の会社です。はい。というあたりを来週の特集でまず分かっていただこうと。はい。滑らない話って山崎さん書いてますけど、笑える話ってよりは、いい話って感じですかね。そうそう、いかにロックスター、うん、
っていう会社が、その他のゲーム会社とは全く違う異質な存在で、独自な存在、唯一な存在なのかってことがよくわかる、なんか話ですね。なるほど、こういう連中が作ってればこんなすごいものができちゃうなというね、感じですかね。していただく予定です。はい、ということで、まあ、LANOR7 月7日を記念して、じゃあちょこちょこちらの特集、1週目楽しみにしてください。あと、シネマハスラーは、X-Men ファーストジェネレーション。はい。ね、マシュー・ボーンが。はい。キックアスの次が X-Men ってすごいよね。すごいですね。どういう並びだよっていう。すごいキャリア。はい。なんか評判もね、いいんでね。いいという噂ですね。はい。ちょっと楽しみにしたいと思っております。あと、申し訳ないトルマー赤坂は、これ、僕、初めてお会いする方ですけど、はい、DJ モノベさん。これ、ミッチーさんが発掘してきたってことですか。送り込んでくる、また仕掛けの。肝入りの、はい。アニソン DJ ということで、はい。こちら、DJ モノベさん、ちょっと楽しみにしてください。あと、企業選手たちね、結局できてないですけど、社畜改め企業戦士シャチのコーナー、皆さん本当に送ってください。なんかコツとしては、はい、最初にこう腰の低い感じで書いていただきつつ、はい、途中で、うん、開き直る、俺は企業戦士シャチだと開き直った後に、はい、割と激しく本音を言うみたいな感じで書いていただけると結構面白い感じになるかなというのがコツですね。社畜特集もね、この企業戦士シャチ生まれる企画となった社畜特集も、やっぱり各地からですね、あれで救われたっていう人いっぱいいるみたいで、やっぱり皆さんそういう思いを抱えながら生きてらっしゃると思うんですよ、うん、でやっぱり腐っちゃうような、やっぱ毎日も送りがちなんですよ、やっぱり会社に勤めてると、はいはいはい、うん、でもそうじゃねえんだっていうふうにこう発想を変えることで、はい、また違った景色も広がるのではないかという、ね、ちょっと前を向いて歩いていけるためのね、とはいえ、まあ基本的には愚痴でいいんですけど、ね、はい、愚痴でいいですよ、愚痴で、はい、はい、企業戦士シャチ、送ってください、はい、あと不定企画、本日なかったですけどね、はい、サタデーナイトフィーバーのコーナー、ね、うん、出演者も希望者も待ってます。意外と出演者は結構続々名乗りを上げているっていう。そうですか、いい感じなんで、はいはい、ぜひぜひ皆さん続けてください。ここ数週間、まあとりあえず3回やったのかな、はい、3回やったことでだいぶバリエーション分かっていただいたと思います。そうですね、はい、フィーバーにもいろんな形があるという、ね、ソロフィーバーっていうのがあり得るっていうのは結構皆さん突破口になったんじゃないですかね。はいはい、酒も飲んでないでソロフィーバーがあるってことですよ。あと、たまには有名人の方のフィーバーも入れていきたいんですよね。そうですね、もし大きいのね、はい、方で AKB メンバーの我こそはという我こそね、パフューム AKB メンバーこういった方々のですね、はい、フィーバーの様子なんかも自ら特殊な場所に身を投じてからのフィーバーもあるかもしれませんし、はいはいはい、特殊などこに出かけてお前外にいんのみたいな。なんならもう別に日本とは限りませんからね。全然限らない。ありますね。ね、もう今時はもう国際電話って便利なのもありますからね。はいはい、なんかスペースシャトルからみたいなね。いいですね。古川さんから、ね。もしもし宇宙です。ソラフィーバー。フィーバーってね。ソラフィーバーだわ。ありますから。あんまりフィーバーしてる場合じゃないはいはいはい。というね、サタデーナイトフィーバーはこれ二十歳以上の方ということにさせていただきます。はい。はい、時間も遅い、はい、はい。土曜日こんな感じで騒いでますと。一言添えて、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。企業戦士シャチとか、はい、あと、ミューズの週刊ぼんやりニュース、もろもろ全部ね、はい、お願いします。歌丸アットマーク tbs.co.jp までメール送ってください。はい、あと、サタデーナイトフィーバーのコーナー、電話番号も忘れずに書いておいてくださいね。はい、で、シモンさんのプレゼントっていう、あられちゃんの帽子をプレゼントするっていうの、これさ、俺あられちゃんの帽子って羽がついてるキャップって昔アメリカで流行ったから、そういうやつかと思ったら本当にあられちゃんなんですね。あられって書いてある、あられって書いてある、うんうん、帽子を、はい、中国であれでもね、正規の商品らしいんですよ。あ、オフィシャルなんだ。はいはいはい。それを今日投票してくださった方、シモンさんに投票して、はい、中の一人の、大和直子さんにプレゼントをします。はいはい、はい、ブロマイドもつけて。あ、そうですよね。しますので。はい。はい、あと、ちょっと言い忘れちゃいました。今日のぼんやりニュースで読んだ方にも、はい。ですね。ブロマイド。ブロマイド差し上げるということですね。はい。はい、といった感じですかね。あとですね。うん。あ、そうだ。イベントです。はい。7月22日金曜日の、はい、タマフル&申し訳夏のスペシャルイベントのお知らせです。TBS ラジオライムスタータムのウィークのシャッフルプレゼンツ、まあ、要するにこの番組タマフルと、申し訳ナイターズね、はい、ミッチーさん率いる申し訳ナイターズ、申し訳ナイトの、合同企画、サマーフェス2011が大観山ユニット、まあ、我々いつもねイベントやってるところです、大観山ユニットで、7月22日金曜日、深夜から行われますと、はい、以下ちょっと申し訳ナイターズ総帥ミッチー申し訳さんからの告知文を読ませていただきます。はい、恒例となった TBS ラジオライムスターたまるのウィークのシャッフルと J-POP DJ イベント申し訳ないとの真夏のポップフェスがパワーダウン節電して帰ってくる番組出演者がほぼ総出演なのに省エネを意識した弱冷型ぼんやり企画をお送りしてみたり、暗めのエコライブありと、ステージから物販コーナーまでうっすら油断できない一夜を予定しています
LED 懐中電灯持参かなっていうね、もうあのミッチーさんにしか書けない文章ちょっと味のある文体でございます。でこれちょっと出演者の中身も一応この時間を使ってちょっと発表しますね、はい、全体が二部構成になってます、このイベントは。はい、一部がタマフルフェス。二、うん、部が申し訳フェスっていう感じになってます。はい、前半番組感の強いもの、うん、で、後半は申し訳ナイト感の強いものっていう感じになってまして、はい、前半は、我々、歌丸さんをはじめとして、はい、まあ、スタッフ含めて、高野万所さんも含めて出てくるというのが一部。はい、なるほど。で、第二部はミッチーさんをはじめとして、DJ ターンですね。そうですね、うん、マッカチンさん。そして、などなど、はい、出てきます。K、申し訳ベイビーはい、とか出てきます。あとは、スペシャルライブが合間に挟まりまして、はいはい、これ前半後半、一部二部どっちにも入ってきますけども、うん、節電ライブというタイトルで、はいはい、LL クール J 太郎申し訳ベイビーズ。はい、杉作さん。杉作 J 太郎さんが出ます。はいはい、あとは、オキテポルシェのハロプロダンスレッスン。これは新しい、また。これ新しい企画なんですけども、ね、いろいろ地方とかでは大好評のお客様のも巻き込んだすごく面白い。はいはい、一緒に振り付け教えてくれるってことですかね。はい、みたいですね。入ってなかったですね。そういう。あ、少数でしたよね。入ってましたけどね。あ、そっか。やっぱね、その、だから申し訳ないかずコーナーのところをやってるからです、はい。あとはロマンクルーのライブがあります。普通にですよね。普通にこれは見たいと思いますね、うん、皆さんね。あとは、アイドルライブとして。アイドルライブ。バニラビーンズ。バニラビーンズさん、いつも勝手にね、特にね、呼んでないのに、清掃して、こっちの美味しい、美味しいようでいつもいらっしゃるんですけど、いや、だからもうこれはせっかくですから、やっぱライブ、はい。素晴らしいですよ、あと、他、実はいろいろまだ、ブッキング中ですので。あ、まだこれからね。これで決まりじゃないです。あと、結構な、応募の系も、含めて今、はい、オファーしておりますので、はい、続々とこれからまた発表していきます。はい。あと、サルーン DJ で、またこちらも、あ、橋本さん DJ するんじゃないですか。はい、DJ 社畜。DJ 社畜として。きっと小笑い。はい、あと、フルキャン。はい、あります。これね、フルキャン。はい、あとは、ビーチオンザセックス。ああ、出ましたね。ビーチク。はい、なんとか、セックスってね。いろんなセックス。生でいきますよ。忘れた頃に。セックス。はい。ね、ありますんで。などなど。うん、2部範囲で構わないんですけど、2部はまあ、要は普通に DJ タイムじゃないですか。うん、1部って何をやるんですか？ここでまあ発表すると、もちろん番組感の強いイベントにしますので、うん、番組コーナー連動企画をやりますね。つまり、はい、前回、去年、大好評だった、やりますか、タマフルミステリーメン。ミステリーメン第2期メンバー募集します。ミステリーメン、セカンドジェネレーション、はい、いいですね、はい。来てしまいました。これは番組のオンエアも使って、どの時間になるかっていうのはまだ、ちょこっとラボなのか、12時台。もう一回また募集ね、ちゃんとしっかりかけないと。なので、まあ、これをもしお聞きになって、我こそは。前回の1期メンバーは優秀でしたからね、すごかったですね。ミステリーメンを一応説明しておきましょうか、じゃあ。あ、そうですね、もう一回。はい、なんだろう。なんだっけ、そう、特殊技能を持っている人。なんだっけ、特殊技能って、音を立てずに、物を食べられる。あとは、いつでもどこでも緊張することができる。気配を消せる。気配を消せる。気配を消せる。はい。まあ、割と、すごい、それって、便利なの？っていう。はいはい。まあでもね。何の役に立つか分かりません。分からないんでね。ちょっと一応言ってみてください。音立てないで物食うやつは音してましたよね。コリって言って自称ですからね。あと自称。キュウリ食べてコリって言って自称っていうのも含めて。はい。キュウリは音は出るって言ってましたね。言ってましたね。すいませんでした。言っちゃいました、もちろん。出ますよね、そりゃ。ということで、ちょっとタマフルミステリーメン第2期メンバーセカンドジェネレーションちょっと募集しますので。自慢したい特殊能力持ってます。とか。あとはもちろん物販コーナー。物販ね。物販ね。はい。これはコンバットレック。物販ライブですね、いわゆるね、これ。物販ライブが来る。はい、コンバットレックさん登場して、総選挙もね、これは、やるんで。総選挙はこれちょっと厳しいんじゃないですかね。総選挙だと急に声が本当に暗くなるっていうね。まあでもこれだけでも十分もう、はい、豪華な。盛りだくさんですからね。はい、ぜひぜひちょっと他のなんていうんですかね、これ最先端かつ平均的クラブイベントなので、うん、心配せずに来てください。そうですね。はい。はい、多分違います。もちろんそういうクラブ的な要素も。はいはい、要素もありますけどね。もちろんあるんです。それがベースになってるんですが。楽しみますがね。いろんな、手この手で楽しませるようになってますし、はい。はい、ぜひ来てください。で、詳しくじゃあね、言いますね、情報もう一回。会場は代官山ユニット。で、時間がですね、オープンが7月22日金曜日の、23時30分。深夜11時半から。11時半から。ね、で、翌日の朝5時半ということですね。すねはい、はい。で、オールナイト公演のため、これもちろん、20歳未満は入場不可となっております。で、これぜひちょっと気をつけていただきたいのが、大人の方も写真付き ID、はい、ね、年齢が確認できる写真と、免許証など、はい、ね、そういうのを持ってきてください。サポートとかね。はい。チケットがですね、前売りが3000円と、会場のそのワンドリンク500円で、まあ、
3500円、はい、あと当日が3500円と会場のワンドリンク500円で、3500円足す500円という、はい、形になっています。前売りの方が断然お得ですよ。はい、前売りですけど、E プラスで先着先行発売がもう始まっているということですね。はい、はい、で締め切りが6月20日月曜日の、18時、午後6時まで、午後6時までになっていますので、これ早い者勝ちで取れますので、はい、早くアクセスしてみてください。はい、一般発売は6月25日来週です、はい、の10時からとなっております、はい、ぜひぜひ E プラスちょっと先着発売買ってみてください。詳しくはタマフルのホームページ、あとは TBS ラジオイベントナビゲーター、あとはまあ申し訳のね、申し訳サイトというサイトがありますので、はい、こちらもチェックしてみてください。7月22日金曜日ですということです。はい、はい、あとなんか島尾さんなんかお知らせとかないのは、まあ、来月本出すんですけど、はい、あ、本出す、そうなんです、久々じゃないですか。そうなんですよ、しかも活字本、ね、エッセイだけの本出すので、はいはい、まあ、もうちょっと詳細、詳細は載って、うんうん、まあ、でも7月の上旬、一応2日ってなってますけどね、はいはい、島尾さん、じゃあ、今回は割とあっちのモテ系微分エッセイの方ですか。いわゆる真帆ちゃんの家。真帆ちゃんの家ラインに続く、うん、そうですね、普通のエッセイです。島尾さんの文章、はい、本当に美しい文章ですからね。いや、もうちょっと、島尾さんの文章を読むとマジ島尾さん惚れますもんね。うん、そうですか、番組とは本当に印象が違いますよ。あっちの、ついにモテ分の方行きますか。うん、1位だけあってこれ。畳がいますよ、1位からさらにこれ。センターの本が読んでみたいな。もうやだ、なんだのこれ。重荷ですよ、重荷。本当に。責任。センターとしてのね。なんか、どうすりゃいいのっていう。あとじゃあ僕も、ちょっとね、3位の、ちょっと、私のお知らせしていいですか。まあ3位なりのやつ。7月27日にライムスター、そのサマーミニアルバム出すんですけど、はい、フラッシュバックナッツって、この間ちょっとね、やつオンエアしましたけど、この番組でちょっとまた追って、来週からかな、またちょっと他の曲の、はい、はい、楽しみ、蔵出しをしていきたいと思いますので。これがね、他の曲もすっげえいいんですよ。あ、そうだ、俺まだ聴けてない。これね、他ない曲が1曲ありますよ、はい、それこそ、憧れ的にもう100点いただいてる曲が、100点をいただいた曲、はい、あれはね、いろいろあります。まあ楽しみにしててくださいよ。サウナのあれ、いやいや、サウナもありますけど、はいはい、まあいろいろあるんで言わないでくださいよ。あんたこの私のトークの順番とかそれ断頭であるんだから台無しして、やのやのやつとか、1位だからって1位だからって何やって、冠番組歌丸さんの冠番組、1位だからって何やってもいいのか、あんた失敬ね、じゃあもう楽しみにしてください。あとあれだ、さっきもブブカ6月30日発売って言ってますけど、はい、基本的にブブカ僕毎月連載してますんで、あ、そうですね、よろしくお願いしますとか、はい、あと細かいので言うと、今出てるブルータスに僕千葉哲也論っていう、でさらにこれ言っちゃっていいのかな、スチャノさん、前余談って出た小冊子わかります、はいはいはい、あれの続余談っていうのが出るみたいなんですけど、それにブルータスで書いた原稿に入りきらなかった千葉哲いや論の余談が書いてある、はい、まさに余談、まさに余談、まあ、でもそっちの方がむしろがっちりぐらいぐっちり書いてある、どちらもお読みいただけると、日比谷の野音で売るやつ、そうかな、はいはい、そちらなんかちょっとね、読んでいただけると。じゃあ、あと僕つい本人ちょっといないんですけど、高橋義明ハッピーサー、ああそうですよ、ポッドキャストされないんでね、なかなかインターネットで普段この番組聞いてる人はちょっとサウンド中心ですからね、そうですね、なかなか知らない方もまだいらっしゃるかもしれませんが、日曜の、夕方6時半から8時までの生放送で、高橋義明ですね、はい、がまあ憧れっていう言葉はほとんど使わないんですが、なんかさ、お相手の川瀬さんにね、はい、憧れ的なことを説明しようとして、なかなか理解されていない様子っていう。そうですね。甘酢っていう言葉が逆に。甘酢ですね。使ってますね。甘酸っぱいの甘酢。甘酸っぱいの甘酢で、そういう、まつわる選曲をして、まあ、とにかく書ける曲は本当に間違いない。今日だけ高橋義明を知って、憧れだけで知って、ね。むしろ本業というかね、本ラインですからね。あまり見くびらない方がいいですよっていうぐらい、本当にものすごい音楽詳しい人なんで。あの時間帯の生放送とかで聞くのにちょうどいいですね。車の運転中とかにも本当にいいなっていう、はい、ヒップホップのライターですけども、うん、基本的にあらゆるロックだったりそうですよね、全ジャンルですからね、全ジャンルかかります。でもそれをちゃんとそのね、文脈にこうちゃんと伝えて、はい、このね、必然性を持って書ける番組、はい、なかなかないですからね、もちろん音楽コラム的なコーナーもあって、はい、そこの視点がすごく良くてですね、はいはいはい、へーと思いますよ、本当に、はいはい、素晴らしい番組だと思います。今日の放送だけで完全に狂気の人だと思った人は、まあ、ぜひその、まあ、いわゆるマジ吉っていういわゆるマジ吉ですね、古川さんもこれ放送作家に入ってらっしゃる、アドバイザーという形で、はい、スタジオのなんか古川さんのなんか顔つきとかテンションもこの番組と違うって話を聞いてるんですよね、はい、どう違うのかな、なんかそのパートナーのね、そのハッピーサットのよし君のパートナーの川瀬さんが、はい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 、ボールペン筆記具どうしようか悩んでるんです、はい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 、
でもその瞬間多分僕想像するにあの古川さん耳が真っ赤になってたんだと思うんですよ、うん、そうですね。 で私がボールペンを持ってきますから買わないでください1週間で翌週ですね、20本からのボールペンをずらりと前に並べて、はいはい、もう耳真っ赤にしながら書かせてたらしいんですよ。そうですね、キモい、まあ、これ正直キモい、キモい言わざるを得ないのが現状。ただこれは隠していても仕方がないことですからボールペン私はそういう人間であるっていうのは早めに段階で伝えるところ、ただし、はい、ただし私の連載の名前であるとか、はい、女子文房具特集やった時に最後にできたキラーフレーズとか、はい、ああいったことまでは逆に聞かせてない。メンスとかそういうあれですか。メンスとかは言ってないなんか伝わってたんじゃないかな。これだから僕あのまだねハッピーサッドスタジオ遊びに行ってないですけど、はいはい、まあさりげなく伝えようと思ってるんですね。いや言うなら僕が言います。それだけ。ああでも古川さんにボールペン、褒めますよ。古川さんにボールペン選んでもらったら間違いないですよ。だんだんあの人勃起してますからね。え、母さん気づきませんでした。あの人勃起してるんですよ。気づいてましたよって言われたら。あと川瀬さんのことをねこういう目で見ています。こういう目で見ています。あの文房具がだって島尾さんそんなことされたことあるんですか、ボールペンをずらりと並べられて。あそういう目で見ています、ね、わそういう目で見ています。まあまあね、うん、そういうちょっとだからこの番組とは違う空気感の勃起とかそういう言葉はね、はいはい、まあいつかね似合わない時間帯ですから、ね、うん、よろしくお願いします。まあ、まあ、素晴らしい番組なんで、あの別のタマフルとは兄弟番組ですが、まあ、ちょっと若干異なるテイストもあるので、バロンブランドですよ。バロン秋山がまさかのね、うん、ことですから、もういねえ、あ、いるわ、いるわ、いるわ、はい、うなずいてますね。はい、はい、聞いてみてください。私ちょっとあの補足なんですけど、告知じゃなくて、あの先週ライムスターのライブで、うん、某アニメ巨匠、はいはい、宮崎駿さん2 の方がいらっしゃったって言ったんですが、リスナーの方だったみたいで返事をくださいました。ご本人から。あ、はいはいはい、早尾から来た。はい、先週の島尾さんのコーナーでライムスターのライブに使わしくないものとして気にかけていただいたものですという。うん、これちょっと、はい、大丈夫、申し訳なかった。2階線から地上に出るエスカレーターに乗っていた時に島尾さんが横を歩いていかれ、うん、後をついていけば会場に行きつけると思ったので地上に出たのですが、地上に出た時には意味を失ってそのまま会場に着いたところ1階に降りる階段で再び追い抜かれたので島尾さん迷ったのかなと思って。お互い意識してたんだ、うん、私は宮崎駿にであるという自覚がある方なんですか。まあでもあれだけ似てらっしゃると、うん、自覚意識しないわけがない。そうおっしゃってないんですか、よく言われますみたいな。いや書いてないけど、ライブスターのライブに似つかわしくないものとして気にかけて。ちょっとね、それ別にいいんですよ、そんな人いないですからね、うん、うちのあのライブは本当に老若男女いろいろいますから全然、うん、ただあの駿がいたらびっくりだっていうそういう視点ですから、あくまでね。もしかしたら本人っていうか、あのその人じゃないですと言ってまおっしゃってないですからね、ライムスターにライブに。あ、つまり私は宮崎駿ではないですとは言っていないおっしゃってないメールアドレスもあのジブリドットコムとか書いてないですか、ね、読み上げないでくださいよ。お願いしますよ。まだ本人の可能性があるということ。まだまだ捨てきれない息子の映画もよろしくお願いしますと、はい、ことですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、失礼をしたいたしました。本当ですよ、この番組やるのも。やりたまにあげちゃって。出演者とかリスナーとかもいる。そうか、今日はね、あの、いろんなことがあったんですけども、綾小路さんも来ていただいて、まさかの、ね、本当に豪華な、ね、放送でしたよね。僕は本当にあの、途中、あの、矢島の会話をしながら、あの、本当に目が、メガネが、あの、緊張でも、完全に曇って、前完全に見えない状態で喋ってましたから。ドキドキしたー。でもお聞きになった方はお分かりの通り、うん、本当に柳森さんむちゃくちゃ腰の低いいい方で、うん、もうお会いした時からそこは本当ブレないんで、うん、あのね、最高、はい、ということでございますね、はい、ありがとうございました。今皆様へのに支えられて、ね、ある番組ということで、ちょっと思いました今日翔さんとかが、はい、に出ていただくのはありがたいけども、うん、この後のこの順位にこう来たす、はい、ね、ああいうインパクトがある方が1回でも出られたりすると、あ、ドーンってね、ドーンと票があるんじゃないかって言われちゃうなんてこともね。もう縛られますよね、やっぱ投票もね。なんか本当にし縛られますよね。しかもさ、島尾さん生地今1位になっちゃったじゃないですか。もう落ちる恐怖っていうのがね、これからね。でもさ、キープしたいと思うさ。僕はだからそういう意味では去年のあっちゃんですよ。正直ホッとしたってやつ。大物として。うん、逆に。うん、
もうなんか訳が分かんない本当にどうしたらいいのって本当に聞きたいです私、うん、だからみんながこの状態になってしまうということだ、ね、大変なものですよ、罪な発明でございます、うん、とんでもない選挙特番でしたよだから、はい、本当だよ本当とんでもないよ、うん、こんなことさ怒りを、ね、ちょっとつなぎ1位になったらいいじゃないですか、はい、ということでねちょっと長くなりましたから、はい、はい、ということでまた来週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、スペシャルウィークありがとうございました。じゃあといったあたりでじゃあ逆に今日はほら僕3位だから下順から、ね、あそうか僕から最後下さんがね待て待て順位下の順からじゃねえかこれ逆にじゃあ番組アドバイザーの瀬野陳と、番組名誉プロデューサー橋本義文と、構成作家古川と、元メインパーソナリティの田村と1位の島真帆でした。また来週